ネメアにあるスタジアムネメア祭りは古代ギリシアにおけるネメアで開催された全ギリシア的大祭。古代オリンピック、イストミア祭り、ピューティア大祭と並んでギリシア次第大会の一角を占める。ネメア大祭、ネメア競技会とも呼ばれる。ネメア祭りは古代オリンピックとピューティア大祭の行われない年に開催された。古代オリンピックと同じく神々の王。 ゼウスの栄光を祝う大祭りであった。したがって、古代オリンピックと類似点も多く、競技役員をヘラノディコスと呼ぶことや、開催期間中に聖なる休戦を行ったことも同じである。アポロドーロスやパウサニアスによれば、このネメア祭りは、リクールゴスとエウリリディケイの幼い息子オペルテスの死を記念してテイバイゼメの七章が設立したものだという。 テーバイゼメの七章がネーメアーについたとき、喉が非常に乾いていたので、水を求めた。オペルテースの上であったヒュープシュピュレーは、これに応えて、彼らを近くの泉に案内した。その間、幼子のオペルテースを草原に放置してしまった。ヒュープシュピュレーは、子供が歩けるまでは地面に置いてはならないという、信託を受けていたのであるが、それを忘れてしまっていた。 キプシピュレーが帰ってきた時には、オペルテースは、オロチによって食い殺されてしまっていた。これを見たナナは、オロチを退治し、オペルテースを供養するために競技会を開催した。また、ヘイラクレースが、ネメアのライオンを退治した記念に開催したという、節やテイバイゼメのナナによって設立された、ネメア祭りを、ヘイラクレースが一新し、ゼウスの栄光を称える競技会にしたという説もある。 紀元前6世紀頃には存在したことが確認されている。最初、ネメア祭りは戦士のための競技会であり、戦士たちやその息子たちのみが参加を許された。しかしその後、ネメア祭りは全ギリシア人に解放された。この競技会はクレオナイトプリウスの子たちの間で執り行われた。種目は多様であり、アポロドーロスによれば、競馬、重装不評走り、レスリング、 ボクシング、戦車レース、やり投げ、休日、さらには音楽コンクールまで行われていたようである。勝者へ贈られる賞品は、最初は古代オリンピックと同じくオリーブの冠であったが、後にアルゴスから持ってきたセロリの冠になった。審判は国意をまとったとパウサニアスは伝えている。ネメサイとは、コトバンク、2015年10月26日閲覧。 フランソワ・シャムー、キリムラ・ヤスジ役、ギリシア文明論争者アポロドーロス、高津春主役、ギリシア神話、岩波文庫、パウサニアス、ババケージ役、ギリシア案内記、岩波文庫、ピンダロス、ネメア縮小家参加。ありがとうございます。